いる時もだし、友達とかの時はもう全く喋んない。そうなんだ。意外やわ。人の話を聞く方が大好きなの。喋っててほしいの。男の子にずっと疲れた話とか、そういうのを聞いた上で楽しいってなるタイプだから。そうなんだ。逆に自分に話が回ってくると逆に苦手なの。登録してね。今日も一日お疲れ様。どうもしこです。ジョンです。やすゆきです。ババロです。よです。今日の企画は第3回ベロベロ寿司。本日のゲストはあんちゃんです。そしてですね、はい、今日実はコラボウィーク1日目になるよ。やったー。なりますということで、もうマジ今日僕が一番緊張してるんですけど、はい、ちょっとみんな頼むわ今日は。ずっと震えてたもん。僕が入って初めてやったんですけど、あの前にちゃんと段取りを説明するっていう。確かにな。じゃあいつも通り、はい、挨拶して、第3回コラベロベロ寿司。オッケーオッケー。言ってゲストあるちゃんです。自分で言ってたもんな。そうそうそう、こうやるから。いやでもありがとうございます。本当にありがとうございます。ベロベロ寿司ということで、まあいろいろざっくばらんにあるちゃんのこととか聞いていくと同時にね、はい、親睦深めていこうっていう回でもあるんで、そうね、そう、まあ今回も敬語禁止でいかせていただきます。難しい。言っちゃってる。絶対余裕でした。敬語使ったら一気してください。そうですね、一気してください。はい、それではやっていきましょう。チャンネル登録よろしく。食うか、食いたい。もうなんか俺らいただきます。食いながら喋れないんですよ。うまっ。うまっ。うまいわ。アールちゃんね、なんて呼ばれてんすか普段。待って、英語じゃね。あ、お前え、英語じゃね。あ、人の名前覚えられないから、マジでメンバーの名前全然覚えてない。いいよいいよ。一回適当にやってみて。監督でしょ。おお。シュクロウくん、ジョン。おお。あら、何っぽい、何っぽい、何っぽい。副社長。違います。はい、敬語です。え、なに、なんだっけ。コマ。かわいい。コマ犬。コマ犬。今日コマ犬で。今日コマでだ。また敬語やね。敬語やな。お前地味に敬語使うなよ。お寿司に、お寿司に使って。何言うてんねん。ソータロ。おい、俺だけやないか。お前なんなん。ヤスユキです。はい、敬語。すごいな。アリシャンとの対談はもうザ・社長みたいな感じ。あ、確かに。他の動画ではウェイウェイってやってて。確かに。どっちで見られたいの。でも実際めちゃくちゃ賢いじゃない。え、嬉しい。絶対怖いの。え、かな。寝よう。どうなの。そうかもしれない。アパレルさんでしょ。え、そう、アパレルさんなんだよね。でしょ。賢いわ。すごいよ、マジで。今何期目、4期目とか5期目。4期目です。あー、いいですか、来ちゃった今。取引先かと思って。なんでなぁ。なんでなぁ、今日安い。ルールを意識してないもん。はい、ということで、はい、まあ、だいぶ食ったんでね、仕切り直して、はい、改めて、まあ、R ちゃん来たので、はい、ご紹介、はい、お願いしてもいい。自己紹介苦手。紹介して紹介して。ちゃんとやるでしょ。アパレル女社長なんですよ。おそのために YouTube をやってると。なるほど。最初はね、大地の8畳ぐらいのあの部屋から初めて今までまあ上り詰めてるっていう。めっちゃ努力家。おお。名前はあかりや。こんな可愛い顔してめちゃめちゃこう赤裸々。お前だとか自分の最近の事情とか全部垂れ流す。言っちゃうんだ。その辺のギャップがやっぱなんか多分引きつけてるんやと思う。なるほどね。めっちゃ努力家やから一緒にこうファンの人たちも、あるちゃん頑張ってるから私も頑張ろうみたいな感じのファンが多いイメージです。当てる。全部当てる。当てた。当てた。よかったよかった。シクロはいつからあるちゃん好きなの。そうそう、それよりね。あるちゃん好きなの。確かに。1年前とか。おー、1年前。おー、結構長いよ。どれ見つけたの。いや、普通におすすめなんで。はいはい。まず可愛いな入りから入って。ご報告がありますみたいなやつで。おー、ドラえもんメイクをこうぶわってバシッと倒して30万人突破記念みたいな。ドラえもんものまねうまいもんね。めちゃくちゃアホな感じの格好でそのドラえもんの歌歌うみたいなやつを見て、なんやこのモレコっていう。おー、でもほんまに断るごとにあるちゃんとコラボしたいっすよな。めっちゃ嬉しい。マジで一番会いたかった。マジ嬉しい。え、なんでなんで。結構リスペクトしたいっすよ僕。おー、嬉しい。かわいい。
目見て乾杯してよリーダー。待って、もうちょっと増して、もうちょっとな。なんか勉強になるって感じやな、ほんまに。嬉しい。何がいや、そんなに俺大丈夫このおしゃべり。いいよ、いいよ、思んないからカットするからな。じゃあ、いいわ。一人で言うてやってたやん。あ、そうか、そこそこ一人でね、一人語りのあのテンポ感とか、うん、この編集の感じとか、あ、そうか、そうか、飽きさせない感じとか、すごい勉強になるなっていう、はいはい、なるほど、スタイルが違かったからこそ。そう、いや、だから今日会えたのめっちゃ嬉しいって感じです。いや、嬉しい、はいはい、ソワちゃんが繋いでくれて、うん、いや、ありがとう、ソワちゃん。ソワちゃんもありがとう。ソワちゃんありがとう。大好きな。この服、おしゃべりしてる。バラすんじゃないよ、バラすなよ、お前。今日、集合したらさ、今度どうしたって言ったら、いや、今日、アビちゃん。お前、もうバラすなって、そんな。なんでこれなんかよくわからんけどな。真実挑戦ゲームする。逆にアーちゃんが挑戦を引き出したいよ、なんか。 NG ないね。俺日程調整させてもらったけど、エロジーはないで。絶対ちっちゃい A 入ってるやん。真実と挑戦ゲーム。例えばどんなゲームなんですかね。じゃあ、ソウタロウ、最近いつやった。真実、今朝。え、ほんまに今朝やったの。飲まなくてオッケー。正解でなんでそれだし。あとお前の今朝もすごい。なんで今朝やったからな。賢者タイムみたいな喋んなよ。違う。ほらめちゃくちゃテンション上げていくわいや。じゃあ一旦シクロからアルちゃんにちょっと質問飛ばしてもらおう。何やろな逆に。じゃあ今恋してますか。お。お。真実。お。してます。おお。これ言ってる？言ってないんじゃん。すごいわ、すぐ言えるの。さすが。ちょっと悲しい。いやちょっとだいぶ悲しい。それは言うなよ。でもありがとう。俺いいっすか。はい。俺結構優しめなんだけど、最近一番恥ずかしかったことを教えてくださいって考えよう。意外と恥ずかしい話とかしないのかなと思って。怖いて。そう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 。怖いって。何でも言えんな、マジ。いや、もう言われんやつマジないよな。最近泣いたこと。泣いたこと。おいいね。男の弱みね。男の泣き。本当か、泣くんか。俺めっちゃ泣くよ。最近いつ泣いたんすか。ペコな。地味地味。でも絶対映画なんや。え、泣いてないんすか、ほんまに最近。出た。これが一番最近なんじゃねえの。あ、出た。挑戦すんじゃねえの。入れておこうか。そんなこと言ってるから。この流れで言ったら俺は言えるけど、飲まなあかんやん、これは。言えんの。飲んだ方がいいんじゃない。飲んだ方がいいんじゃない。挑戦しといた方がいいんじゃない。飲んだ方がいいんじゃない。じゃあ挑戦で。なんでこれ挑戦やで。言えるけどね。俺は2週間前ぐらいに、このままじゃ祝賀賞50万人いかないと思って泣きました。行かないって泣いたん。急にプレッシャー。でもその前もいっぱい泣いてたよ。その日のじゃ泣いてたから。俺でも俺と電話した時泣いて。泣いてたな。泣いてるやめっちゃ。それが本気ってことだから。そうそう、一人で泣いてたからね。一人でそれ見て、あ、こいかやんな。泣き方荒さやんな。マジで。現在は真実、あ、もう5年前葬式で。おー、勝ちや。それは泣く。はい、いいかな、じゃあ、この流れ。何この流れ。俺も全然泣かなくて、本当に。真実、TikTok でワンピース3時名言集流れた時。くだらない。この流れとかじゃないし、流れ違うし。なんで、ほんま、恐怖で怒られるの。じゃあ、俺もやったわ、それ。TikTok で。くだらな。くだらな。いや、ワンピース見る？見ない。ほら、だからよ。でも俺も友達の結婚式かな、親友の。好きや、泣ける。50万人は年内か。年内、12月31日までだね。あるちゃんはどれぐらいで50万いった。1年、はい、ち
ちょっと、どこまで順調にトンっていったの？まず20万人まではバーっていった気がする。すごっ。20万人からちょっと停滞してってなって、次元カレだミッキーってなって、ちょっと伸びて、次女性用風俗で、ああそっかそっか、あ、ちゃんと要所要所でなんかがある気がする。でも意図してなくてもなんかあるかなみたいな。すげえ。でも結構狙ってんの、そのバズ狙いというか、誰かがやってないことをやるから、これが伸びるか伸びないかみたいなところはあるかも。なんかでも私は100万人行きたいから、今年中絶対100万人行きたい。あ、今年なんだ。おお、なるほどなるほどね。見えてこないから毎日投稿するんだけど。なるほどなるほど。でもやっぱ難しいね、自分で分かるね、そのこのままだったら絶対可愛いっていうのは。そうなのよ。でもなんかやっぱしないとやっぱ絶対無理だと思う。殻を破るしかない。思いっきりキャラ変をするのか、動画の感じを変えるのか、もう切っていくだけだから、あとは視聴者がね。なるほど。なんか殻の破り方ちげえな。やっぱ振り切り足りへんのちゃうか。そうやな。あるじゃん、ダイゴス嫌い。あ、全然全然どうぞ。振り切り方やばかよお前。関西放置になるまでヤニ吸ってみたよ。炎上しようや。でもなんかみんな炎上はしてるかもしれない。あー、伸びてる人ね。伸びてる。だいたい僕がボヤ起こしてるんで今まで。例えば人からにもらったリュック使ってて怒られたんやけど意味わからんくねっていう発言。あー、女子から腹立つなこいつみたいな感じの発言をするわけ。でも絶対それもしないと、守りに入ったら絶対ダメだけど。ダメ。へえ、そうやな。結局アールちゃんって YouTube で逆に何で炎上したの？まずね、東京秘密基地秋田って発言。ああ、そうやそうやそうや。結構燃えたから。でもちょこちょこ燃えてる、まあ、ボヤはあるかも。でもその守りに入った時はやっぱつまんない。やっぱ数字に出るかも。視聴者見えちゃうんだと思う。視聴者の方が見てるよね。見てる見てる。なんかこの発言絶対嘘とか、ね、作ってるっていうの絶対わかるから、逆に正直になんかバンバン言ってった方がいい気がする。ちょっと燃えようがね。だって嘘じゃないもんってなる。まあそうだね。そういうの見てあるちゃん落ち込んだりするよ。何言ってんのよバカみたいなコメント例えば来た時に、うわーとかなんの？なる時もある。そのなんかめっちゃ言われてるみたいな。でも逆になんかムカつく時もある。はお前がバカだろみたいな。大抵腹立ってるけど、なるほどね。でも別に悪いこと言ってるわけじゃないしなみたいな。まあ自分がね。誰が行きますか？ピンポイントでもいいよ。以上、何言ってんの？クソやな。じゃあ行きますよ。ほらほらほら、誰が出るんや。すごいな。セックスしたことある YouTuber 教えてください。お、ああ、これはいいじゃないじゃない。出るんじゃ。全然挑戦してね。全然。相手に迷惑かかるかもしれない。そうそう、自分の話じゃないからな。P は入れますよ。まあイニシャルでもいいです。チャミスチャミス。一応な。一応な。やつの分も同じわ。言ったら。いや。何でも何でも。じゃあ。出るのか？俺引き出した。真実。おお。ミッキーがいる、さすがに。ミッキーは出してね。ああ、じゃあミッキーがない。おお。ああ、そうなんだ。みんな拍手してるの。口説かれたとかにしちゃいますな。ああ、それは口説かれたありそう。これでしょ、追加で行かせてください。行く？口説かれた。そう、教えてください。ご飯行こうとかね。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 行かないかも。行きます。はい、口説かれた。真実。真実。すごいわ、これかっこいい。ピーアーじゃないでしょ。意外と押されたら弱いタイプってなんかどこについて。本当寄ってこないから、寄ってきたら弱いけど、無理な人にはちゃんと無理。どんな人 OK なの？あれのタイプがレン君は今好きなの？レン君好き。あー、レン君好き。レン君大好き。パッと見つめたいけど笑ったら可愛いからは、ポテンシャル男子が好きでしょ。大好き。お前さっき今日ずっとそれ見てたもんね。そうやね。かわいい。かわいいんだ。年下かわいい。大丈夫、大丈夫、大丈夫。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 大丈夫やからな。俺だよ、俺から。アールちゃんの心は俺がアールしとくから。大丈夫、大丈夫。アールしとくから。俺のアール。リサーチのアールや。リサーチや。リサーチだったよ、さっき。ちょっと受けたから。2回目の結果は味薄かったです。年上だったら圧倒的だってほしいの。お金とかも払わないでみたいな。全部こっちが黙っちゃうような人がいいの。なるほど。 YouTuber で言ったらヒカルさん。いや、まあそういうことだよね。ヒカルさんの顔タイプ。ああ、ね、ちょっとレン君に似てません？似てる似てる。お前お前お前俺ケゴや。お前ケゴやな。そうやな。プライベートのその恋愛はどこで出会うの逆に？友達とこう遊ぶときに、その友達の友達とか。ああ。
今やってる人なの？元カレとか。今ってか普通に学生とか。学生？だって25だからちょっと前だったら。元カレは学生。学生とかと。学生をその学生。アールちゃんになる前だよ。なるほどね。直近の元カレが学生なのかと思って興奮しちゃったよ。それすごいな。チャミスルちょうだい。じゃあやりたい YouTuber。 やりたい YouTuber が真実ゆりりょまのゆりちゃん。かわいい、エロいわ、言ってたな。やりたいやろ、やりたいで言ったらコラボあるからな。真実エミネ。おー、誰からコラボやだって。そうそうそう。えー、真実、浅井めいちゃんです。あー言ってるもんな。言ってるな。そうや、そうや。監督はもう言っていいっすか。俺代わりに監督でも代わりに見てみ。真実、きりたんぽさんです。正解。変わらへんねん、俺マジ。まあ確かに。あー、そうか。おじは、おじって呼んでた俺のこと。おじは、おじね。言うか、とうとう。え、ガチで言って。ちゃんと言ってな。おじ知りたいわ。エンタメ的な話よ。おじ知りたいわ。挑戦で。なんだこいつ。なんだこいつ。おらんねやろ。おらおらおら。結婚するときに妻以外のやつ全員男だと思うやつ。え、男ってこと？あるんやった。あるんやった。でもちょっと待って、付き合いたい人とやりたい人そんな変わんないわけじゃん。うん。え、なんで変わるの？こいつは顔変わるよ。うちがい。やるのは違えんだ。めっちゃね。弁解して弁解して。ちょっとほんまにリスペクト入ってるからちょっと恐れ多いんよ。え、仮に誘われても今日誘われてもな。やるに決まってるやろ。何しよう。女の子としてさ、これはなんか嫌だよね。最悪、最悪だよね。海に行こう。アールの挑戦つかもうぜ。挑戦したいな。アールの挑戦出そうよ。行って。お遊びやめようかな、ほんまに。来た。 S 見せて監督。さっきからやっぱしょうまい質問多いわ。あ、すみません。絶対答えられるやつあるでしょ、一個。なになに、言っちゃっていい。そう。朝、紅茶かコーヒーか。もうええね。挑戦やな。あー、引き出したわ。そんな言われへんもん。それは言えない。あいや、あいや、ランティング的に本当に厳しいな。原稿でイエスマン。あるさんやぞ、お前ら。全校でどうするか。まじで。一番興奮した夜のプレイ。ああ、確かにどっちかわかんない。夜はどっちだ。 M。 これでも M もドアやるで。ド M ぐらいのレベルなのか、ライトな M なのか。ド M。 でもこれはマジで前まで自分が S だと思ってた。自分を超えてくる人が現れた時に、あ、ド M だなと思った。どっちもいけるとして、超えてきた人がいたから、それにめっちゃ興奮した。じゃあ何してたの、 S の時は。男に対して恥ずかしいことさせるって感じ。一人で仕事とかするし、科学とかは全然。えぇー、結構 S やね。結構 S だね。結構 S だね。それを超えてくる S ってどんなもんなんか気になるけどな。お尻が多く好きなタイプなんだ。下着とかで首絞められます。バックしながらのパンツをまず口に入れられる。ブラで首絞められるとかはめっちゃ良かったかも。へぇ、あっ、あっ、あっ、超えられたら全部快感になるかも。だから監督も超えられてないだけで、超えられたら全部快感になっちゃう。なんかダサいな、まだ今なってない。そうそうそう。だからね、まだ強かったらどうできてるもんなのよ。どんな人だったの、その人って。え、めっちゃ優しくて、その犬みたいな。逆に逆に甘い感じだけど、夜になった瞬間にもう本当にヤバい。でも S って M の気持ちが分かるから、こっちをめちゃめちゃ満足させた上でド S にもできるから、あ、本物の S ってこうだなみたいな。自分が S だよって言ってる人って自己満が多い。そうだよな。自己満ばっかだからな。自分が S ってやつなんだ。本物の S って自分が S だと思ってないの。自分で言ってるやつは S なんや。 S が多いかも。そうなんや。質問ですか。うん。監督って S なんですか。まあまあ S やな。ああ。世界監督か。世界監督か。全員絞ったのか。プラで。お前ら。全員絞ったのか。後でパンツだけお願いします。何を縛られたい。いや、なんか S らしいと思うで、普通に。俺プライベートで絶対言わへんもん、自分が S やね。まあ確かにね。そうだろう、誰か。それ言ったらよ。過去一。我ながら気持ち悪いなと思った彼氏への甘え方は。あ、普段のデコの甘え方どんな。普通にこうなんか家とか来たらなんかおかえりみたいな感じ。仕事で疲れててどうしようもない時とかは頼ったりしない。頼ったりする。今日めっちゃ疲れ
てて、あ、それも明るい感じすんだ。うん、あったらめっちゃ癒された。悩みがなくなるぐらい、なんかもう超幸せっていうか、伝えてくれるのめっちゃ嬉しいな。めっちゃ喋る、ちゃんと言ってくれんねん。どんな話すときないの？じゃあしっとりこうムーディーに。あ、でも全然喋んない普段は。え、そうなんや。あ、そうなんや。え、どこ？すいません、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 すいません。誰といる時もだし、友達とかの時はもう全く喋んない。えー、そうなんだ。意外やわ、それは。人の話を聞く方が大好きなの。あー、そういうイメージある。そうだ、それはある。マジで好きな人にずっと喋っててほしいの。男の子にずっと疲れた話とか、そういうのを聞いた上で楽しいってなるタイプだから。そうなんだ。自分に話が回ってくると逆に苦手なの。今日めっちゃ頑張ってくれてるんや。確かにね。でもなんか、そう、なんていうのかな、そのスイッチ的な、スイッチなんだよね。あー、そっかそっか、困りましたね。自分にスポットが当たるのが苦手なの。恥ずかしい。恥ずかしい。主役感あるとなんかすごい苦手なの。プロもする時も自分自分ってよりかは、人がバッて喋ってる方がなんか楽しいんだよね。男性コラボとかする時めっちゃいじられてるもんな。そう、いじられてる。大好き、そういうの。めっちゃ大変な。エセ界やめろ。おめでした。実は R ちゃんへの質問も取ってたけど、どうする？全然僕らの視聴者から R ちゃんへの質問来てる。嬉しい。今まで一番男にぶっ刺さった夜の攻め方は、 R ちゃんがやってぶっ刺さった夜の攻め方。それはやっとやろう。舐めるじゃん。男の人って未知の世界開かれると結構なんかみたいな感じの反応が私は好きな。声が出るのが好きだから、どうにかして出させたい。まっともな人がさ、うっと声出すのいいよね。いいんだね。いいんだよ。いいんだよ。いいの、お前共感できるっていうか、他の人と違うプレーをしないと記憶に残んないじゃん、その人。なるほど。他の女と一緒にしないでほしい。私は舐めれますよ。じゃあ次いきます。美人で面白くて仕事もできるイメージがありますが、コンプレックスとかありますか？あ、確かに疑問だな。意外となんか照れや。可愛いって素直に言われるとめっちゃ恥ずかしい。えビビる。好きな人に可愛いよねって言われたらどうしたらいいか分かんなくなる。えー、可愛いね。なんでちょっとタモリさんだな。可愛いね。目見られて真面目な発言をされる、褒められるとどうしていいか分かんなくなる。じゃあやんでほしいん？恥ずかしい。いや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 、嬉しいんだ。嬉しいんだ。バンバンやってほしいんだ。じゃあマジで新しいもらったね。もらったら R が受け継ぐから。ガブセーマジでアルちゃんやから見ねえんだよ。アル君は見られへんって。そんな言わないでよ。ダブする。そんな言われると。はい、行きます。はい。もう女性用風俗行かないんですか？うん、動画用でしか行ってないんだよ。ああ、そうなんだ。結構いいってレビューしてたじゃない。あ、でもいいはいいの。お金出してその時間内気持ちよくしてもらえるっていうシステムが楽でいいなと思った。ああ、その時間だけ性欲満たしてで終わるわけだから、それが私的にシステムが良かった。ああ、へえ。やっぱええんや。いい。やっぱそのお仕事でやってくれてるから、なんかちゃんとうまいし、お店の人だからこっちもわがまま言いたから、お金払ってるし、なんかえ、舐めたよとか言えるわけ。それがやってくれるからなんかいいのみたいな。ああ、なるほど。でもなんか女性って結構感情入っちゃって、あず逆にね、心が満たされてちょっと沼るみたいな子も多分多いと思うけど、そういうのは大丈夫だ。私は大丈夫だ。でもそう、動画的にそのめちゃかった、あれは恋しちゃうわ。確かに恋しちゃう人もいると思うけど、私の場合は全くなの。恋しちゃう人の気持ちはわかるよって。わかるわかるわかる。でもそこまでもうこっちもゲーム感覚というか、いつか本番いけるんちゃうかみたいな。その場合ならこう恋愛ゲームしてる感じが楽しい。おっさんめっちゃ一緒。あるくねえ。最後ですね。おい、まあ女性の人から多分アドバイスというか欲しいなと思うんですけど、はい、自分を大切にするには、あー、自分を否定することある？ないね、今は。おー、昔どうだったの？昔は否定めっちゃしてたかも。自分、高校生、もう専門学校の時。早いなー、否定が。なんか客観的に
見た時にどういう人についてきたいかとか、どういう人が魅力的に感じて可愛く感じてって思った時に考え方変わったかも。自信がないですって言ってる人を好きとかついてきたいとか、そのなんかあんま思うわけなくないって思って、自分がどうしたらみんなを笑顔にできるかなってなったら、自分がまず自分のことを認めてあげて、じゃないと人に与えれないのかなって思って変わったかな、考え方が。恋愛面でもさ、昔めっちゃメンヘラやったみたいな。メンヘラだった。今はどうなんですか？今は全然だと思う。それこそメンヘラだった時に、そのメンヘラな自分が嫌だから、でも自分を変えれないじゃん、その依存気質なの。変えれないけど、自分がそうなることをしないためには自立することが一番その大事かな。自分にめちゃめちゃその自信があったら、誰かいなくなったとしてもなんか大丈夫かなと思ったら、なんかそのなんていうのかな、逃げ方。そう、多分その自分に今仕事とかなくなって暇な時間が増えたら、やっぱその好きな人にしか見えなくなったりとかするから、その自分の逃げ道を作ったって感じかな。他に使う時間というか、そう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 、集中するものを作ってそうじゃなくなったってことなんだ。うん、なるほどね。だから例えば SNS を好きな人も見ないの、ブロックするの私は。そこまでしないと自分が追っちゃうから。付き合ったらどうする？見ない SNS。LINE 返ってこないとか、 LINE 返ってこなくても自分に自信があるというか、別にこの人がいなくても次のまたいい人が現れるとか思ってるから、全然何にも思わなかった。めちゃくちゃ変わってるやん。で、会ってる時の時間でしかその人を見ない。会ってない時の時間は想像でしかないじゃん。そう、妄想だよね。そう、妄想でしか何も彼が悪いことしないもんね。そうそう。でもその会った時にもし不安だったらね、何してたのって言った時にこうしてたよって言われたら、それだけしか信じない。言った言葉しか信じなければ、それが真実だなって思ってるから。娘たちゃうやん。いや、女性やん。レスメタさんやん。レスメタさん、レスメタさん、レスメタさん。あ、ダメなんですか。ごめんなさい、ごめんなさい。そんなに強くない。あ、本当。言いたくないことってあるじゃん、絶対。あるよ、あるよ。人には絶対なんか、それをなんか全部理解するのってむずいし。で、何でも聞くようとはしないんだ。あ、もうしない。その人が話したいことだけ話してくれたらいいなって。仕事から女性と飲みに行く人もいるもんね。そう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 。それはその人がその自分にとってプラスだと思ってやってる行動だから、それは別に何にも思わない。そこに本当に愛があれば別にずっと一緒にいるだろうし、そこしか信じないようにしてる。私のこと好きじゃないなと思ったら、もう自分からもういやいやって離れるな。うんうんうん。あー、自信が溢れる女の子です。頭で考えてるのはそこまで逃げてるわけやから。すごいね、あるじゃん。全部負けた。プライベートも仕事も。あるくんは？あるくん、でもメスブタサムには負けました。サムにあるから。サムちゃん、サムちゃん弱いから。質問は以上ですね。いい、でもこいつ1個質問外したで。え、週刊誌メンバー誰が一番タイプですか。おい、え、俺外したっけ。ちょっとショック受けるから。違う、前提でな。最後ね、週刊誌メンバーで誰が一番タイプですか。白。え、マジマジマジ。一番自分のこと好きな人しか好きだ。なるほど。これが熱いんじゃない？おろ！おい！R！ えぇ！無理や、それで。ロッコ戻ってた。ロッコ、ロッコ、おめでとう。でも、よかった。いや、よかったな。よかった。最後に聞けて、それめちゃくちゃ嬉しかったな。聞いといてよかったね。よかったな。登録、登録！はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃおもろいよ、普通に。やっぱもう動画通り、今回だって初出し情報も結構だってあるよ。結構ある。めっちゃある、めっちゃある。またぜひコラボとかさせてください。よろしくお願いします。お願いします。50連発やりましょう。お願いします。50連発やりたい。50連発やりたい。はい、ということでですね、まあ第3回ベロベロ寿司が終了したということで、第4回ゲストをあんちゃんに紹介していただきたいなと思っております。はいはい、煮卵ちゃんです。同じ恋愛じゃん。そうそう、どんな会話になるんだろう。いやね、楽しみだね。そうね。ということで、第4回ゲストは煮卵さんに決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ飲みますか。はい、飲みますか。今日も1日お疲れ様。お疲れ様。酒きつ。
送られてたね。これ何時間前飲んでたの？だいぶ静かじゃん。めっちゃ黙々とビール飲んでた。